い、頑張ってね、ありがとう、明日行きますよ、お、はーいって、配信で見てます、ありがとう、配信もあるからね、配信3000で見てます、ありがとう。でも明日はね、当日券があるんですよ。ってことはみんな明日来たら入れますよだからちょっと本当に急遽、本当に気が変わっていける、行こうかなって思っても来れちゃうわけですよ。だからね、まだ来るって決めてない人も来る可能性ある、楽しみにしていてください。みんなに会えるの楽しみにしてます。配信でも見ててください。フロミありがとうございます、ダルマもありがとうございます。30日いけるか分からんけど、もしかそうだよね、いけるか分からないけど申し込んだって人も結構、予定分からないもんね。来てほしいな、30日じゃファイナルもそうだし、明日も、明日来てくれる可能性もまだ諦めていない。今日ね、眉毛サロンにね、眉毛サロン行こうって決めたのがレッスンの終わりぐらいで、本当に直前に眉毛サロン行こうって決めたんですけど、そう、本当はもう行けないと思ってて、私この無法地帯のままツアー迎えるんだって思ってたけど、なんか調べてたら奇跡的に一つだけ空いてる店があって行ってきたんですけど、レッスン終わってすぐにそのまま、でもその前にある洋服屋さんに入ってしまって、その洋服屋さんがもう眉毛サロン行った後じゃもう閉店してるっていうぐらいの時間で、すごい可愛いお店を見つけたんですよ。だからゆっくり見たかったんだけど、サロン始まるまではあと10分しかなくて、でもサロン終わってからじゃあもう見れないってぐらい結構時間に追われてたんだけど、その10分だけでもちょっと見ようって思ってその店に入ったら、マジでもう欲しい服がなんかめちゃくちゃあって、すごい時間がないっていうのもあって、すごい焦って決めちゃって、10分もしないですごい洋服をね上下1着ずつ買ってしまった、衝動買い、マジ即買いでした。本当だったら試着したいって思ってたけど、しかも結構いい値段してギリギリ、そうギリギリで生きてるの私、いつもこんな感じで、も本当だったらでもゆっくり見て試着もしたかったんだけど、もう本当に終わってしまって、眉毛サロン行った後では終わってしまうって思ったら、なんかすごい急いじゃって、すっごいもう可愛いと思って、もう手に持って、これもと思って買っちゃいました。一気に3万円ちょっと飛んだ、無理、本当に無理、本当に無理結構無理。でも洋服欲しかったからいいんだけどさ、すごい衝動買いしちゃった。時間に追われてる時の人間ってすごい何をしでかすか分からなくて怖いよね。でもさ、今日買ってからその服着てみたらさ、めっちゃサイズ合わなくて、まあ基本私サイズ合わないんですけど、どこの店のも基本大きいんですけど、身長低くて結構ウエストが 細いので、めっちゃ可愛いスカート買ったんだけど、ウエストが合わなすぎて今から縫おうと思う。クロミありがとうございます、シナモンもありがとう、
ポムポムもギフトありがとうございます。まあ、眉毛サロン思い切って行ったのは良かった。綺麗になったから。すごい明日いい気持ちでツアー迎えられそうと思ったけど、買わない後悔全然。でもね、そう買うのは良かったんだけど、試着してから買えば良かったっていう。そう本当に今でもすぐ着たくて、この洋服そう配信で縫おうと思います。さっき縫い方調べたの。私ひなちゃん家にタブレット忘れちゃってさ、今携帯しかないからさ、事前に見たんだけど縫えるか心配、調べながらできない。買ったお洋服はちなみにスカートこちらでございます。え、マジで新潟にこのブランドあると思わなかったんだけど、本当に教えたくない本当に教えたくない、これ新潟にあると思わなかった。みんな行っちゃうから教えたくないんですけど、じゃん、めっちゃ可愛いスカート、マーメイドではないけど形がすっごく可愛くて、私の身長でも足首まあ5センチ出るかなぐらい。これ本当に東京でしか見たことないブランドで、こんなところにあったんだっていう、小さいお店だったんですけど、めっちゃ可愛い。ウエストが8センチほど大きかったです。どうしても今日縫いたくて、セレクトショップ、そうセレクトショップみたいなところ見つけたの。なんかうさぎオンラインっていうサイトで売ってる洋服のブランドがからすごい厳選されて入ってるお店で、全部可愛くて嬉しい。8センチも大きいよ、 2.5 センチ。裁縫なんて久しぶりすぎて自信ない。いった刺した。まず糸を通すのがさ、え、絶対に入らなくない？入った、入ったけど糸ほつれた。あ、来た。ツアーを前日に控えてる間がするらしい。いや違う、そうなんだけどさ、サイズが大きかったことにさ、さっきお風呂上がりに試着して気づいてさ、通りました。ミシンあれば最強なのにね。いちごオンラインじゃないね、うさぎオンラインだね3万円。そうね、でも値段っていうよりも、もうめっちゃ可愛い。トップスも可愛いの買った、シンプルだけど。裁縫久しぶりすぎて怖い。片止めでいいかな、片なんて言うんだっけ、2本じゃなくて片方で結ぶやつなんて言うんだっけ、片方でいけるよね、本当に覚えてない。玉止め
玉止めむずいな玉止めできないわ。ここでこうやって巻いて何回かくるくるして、キューだよね。こんなんでいけるかな、遅い。明日朝早いのに何してんだろう私。ギフトありがとうございます。片結びティッシュボックスカバーもです。あ、私が泣きながら財布やってたやつ。でもあれは財布ができないっていうよりも裏返しで塗ってしまったっていう涙。チャコ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 ペン、チャコペンなんて久々に使う。確か8センチっていうのが分かったら、これは一回外して、スカートを裏返しにして、でもね、明日そうだよね、メイクス衣装さんに何か頼んだらやってくるかって思ったけど、すごいプライベートすぎてちょっと申し訳ないなって思ってやめました。一回ボタンが取れた時に自分の服の衣装さんにやってもらった時ある、ママ写真の裏返しにして、このゴムから1センチ開けて片方1センチ開けて、ここから8センチだから4センチ、4センチ分。でも4センチも縫ったらボコってならないかな。皆さん、ガタログですは見てくれましたか。手跡つかない。パパがいたら一瞬でやってくれるんだけどな。パパ裁縫得意だから、よくスカートとか縫ってもらってた。123、もうそう1センチずつにことに、なんか4センチの半分、2.5 で真ん中に線引いて、え、絶対嘘やんな、これ目の錯覚、全然真ん中に見えないけど、え、 2.5 じゃないか、2センチか、何言ってるんだろう何言ってたんだろう、2センチだった。4の半分は2でした。ここから
岡田さんがいたらな岡田さんがいたらな。こうこうして斜めに塗っていくらしい。シンデレラ配信はしないです。やっぱり配信終わってから飲むかな。絶対無言になっちゃうし終わらない。もう今日は12時までには絶対に寝たいと決めている。カタログですだと綺麗なお姉さんも、そうかな、そうかなでもオケア美香さんとすごい初めてだ、お会いしてお化してすごい、なんかすぐ緊張がほどけたんですよね。最初会う前めっちゃ緊張してたけど、すごい今日のかさん、すごい楽しい気さくな方で、そのおかげで自分を出せました。ちゃんと今日美香さんと今度美晴と3人で鍋パーティーしようねって約束しました。シンデレラボーイズのって美晴さんじゃない沖谷美香さん美晴と沖谷美香さんはすごい本当に仲良しで、すごい仲良しで、もう鍋パーティーしたぐらい仲良しらしいんですけど、私もそこに一緒に仲間に加えてもらう予定です。今年は沖谷美香さん呼びでも絶対違うよね。なんか松岡夏美さんのことを松岡夏美さんってフルネームに呼びしてたような感覚。フルネームの方が呼びやすいかもしれない。
ゃん。絶対に真ん中ではない。ことここの幅が違う。むずい。まいっか。こうなしてここの斜めに縫えばいいらしい。プロに任せたらよくない？ねえ。でも明日ツアーやってもらえないよね、絶対持ってても。まあまあこれ縫ってもほどけるし、できなかったら汚くなっちゃったらパパにやり直してもらう。パパもね、縫うことに関してはねプロなんで。特に刺して、うち違うな、これ。何かあったらマカコできんぞ裁縫で。裁縫とかやってあげられるママになりたい。でもこれもやったことによっても返品できなくなっちゃった。ファイト、ありがとう。できたら感動。タグが邪魔。でも黒だから切らなくてもなんとかなりそう。ミスってね、途中からやり方、縫い方変えちゃった。まあまあやってみよう。一瞬止まった。明日の見どころは、明日の見どころは、
まあソロコーナーですかね、毎回おなじみの。それが今回も千葉の出身が中心のメンバーがいないんですけど、そこの部分誰が何をやるのかっていうの注目ポイントです。触れたままのバスタウン、カラオケ行きたいな。線からずれていったぞ。大丈夫かこれ。こう行きたいかな。大丈夫かな。かこれで寝ました。玉止め。玉でも一本の紐でやっていいんだっけ。一本で玉結びしてるとき、いやこれが失敗したら最悪だな。もういけそう。うまくできた。玉止め。できた。どうしよう、すごい気持ち悪い感じになっちゃったら。でもこれは4センチしかやってないから、あと4センチやりたい。まあミシンじゃないとそうなるよね。ここを縫いました。どうなんだろう。まあいっか。ここがむずかった。ゆるい感じするけど、まあいっか、まあいっか。次は配信後にやろう。こっち側も次やります。こっちがやったので。まあダメだったらほどいて衣装さんかパパに頼みます。緊張した。いや、ウエスト細いから合わないの。でもこの前生写真の時にめちゃくちゃウエストぴったりなミニショートパンツを見つけて、それに感動しすぎて「この衣装買い取りませんか?」って言ったんだけど、その衣装がレンタルで買い取れなくて、でもブランド調べたら普通にZOZOタウンに売ってたから、それも即買いしちゃった。ネットで生写の衣装をそのまま買いました。ネットで。まだ全然先に公開される生写なんだけど、ズボン公開しちゃおう。じゃん、ちっちゃくないめっちゃちっちゃくない？もうわかる？この小ささ。
ちゃちょうどよかったの、ウエストがガバガバしなくて。アムリエントアンリエント絶対違う、ちょっと分かんない。かわいいパンツ、冬にぴったり。トップスまで見せちゃったらバレちゃうから、まだ公開されてない生写真だね。今度ブーツと合わせて履きます。ケロケロケロッピーありがとう。でも本当秋しか着れない、11月までしか着れないあれ、絶対に11月も着れないかも。10月めっちゃ着ようあれ、だってもう寒いもん、すでに部屋がさ寒くてさ、夜寝るとき。でも今日はそんな寒くないかも、昨日めっちゃ寒かった。生地的に秋ですね、秋冬。もうすぐ23時メール送る時間だ。いつもだったらタブレットだから携帯でできたけど、昨日のコラボ配信もさ携帯だったからさ、そうマリナちゃんに進行全部任せてしまった、台本見れなくて。なので今日はメール送る時間もあるので、あとちょっとで終わりにしたいと思います。裁縫の片方はまた後でやる。でもね、明日の準備まだしてないんだよね。30分で終わらせる。裁縫15分、準備30分、寝る準備して12時に寝ます。目標は明日はツアー千葉公演、よろしくお願いします。楽しみ、みんな来てくれるかな。明日明後日暖かいな。そうなんだ、明日はでも千葉にいますよ。猫だし、今日は眉毛サロン行ったから自信持ってデコ出せる。明日デコ出しちゃおうかな。嘘、絶対嘘でした、絶対嘘でした。明日どうしよっかな。あおちゃんがやってたハーフティーンとか可愛かったなって言って、ここでこうやって、短いハーフティーンって正解わかんない、巻いたらかわいそう。ここで、いや、私がやるとなんか嫌な、変な感じだな。明日の髪型お楽しみに。なんかアレンジしたい。でも最近ウェーブがねハマってるんで、ね、ずっここ公演の初日でもやった。何にするか楽しみにしててください。何しても似合います、ありがとう。髪ね伸びてきたけど、伸ばしてるけど、もう本当に切りたくて仕方ない。この長さやだ、ここを通過するのもやだ。ここぐらいまで行ってくれたらもう結構我慢できるけど、ここまでの道のり、ミディアムが一番嫌だ。髪色いい感じはなんですよ、そうなんですよ。ずっこく声の時の髪色が一番良かった。もうすぐ落ちてくる、落ちてきた。ポムポムありがとう。マイメロじゃない黒目もありがとうございます。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。
クショして回ります。南京病院裁縫セットで、小学生の頃から使っている裁縫セット、見て待ち針全部に SR って書いててかわいい。ショータイム。ピンすぎる。携帯だと写り違う。裁縫セットのデザイン選ぶの楽しかった。わかる。ちなみに私はもう私が選びそうだなっていうデザインの。じゃん、黒でカラフルミッキー、小学生の頃に私が選んだ裁縫セットです。めちゃくちゃセンスよくない？小学生でこれ選ぶの。今使っても子供っぽくない、あんまり。それではおしゃれでしょ？でしょ？優しい、すごいねってワンピースだって。あー、男の人は多かったね、キャラクター。ドラゴンボールとかワンピースとかね。それではランキング最後に読んで終わりたいと思います。13位、みぞっちさん、ありがとうございます。12位ぬっくんさん、ありがとうございます。11位ひつじさん、ありがとうございます。10位がたぴちさん、ありがとうございます。9位まっつんさん、ありがとうございます。8位ひんじさん、ありがとうございます。7位ミスターさん、ありがとうございます。6位ラインさん、ありがとうございます。5位せいじれいなさんがとても心配ですさん、ありがとうございます。4位いつかの少年さん、ありがとうございます。黒みがめっちゃ飛んでくる、ありがとう。3位がどうさん、ありがとうございます。2位がしゅうちゃん、ありがとうございます。そして1位がしゅう水亀座うさぎ年 A 型さん、ありがとうございます。ということで今日は終わりにしたいと思います。明日に向けて裁縫と明日の家を出る準備をしなければ。すごいな、今新潟にいて明日には千葉にいるって。おやすみなさい、ありがとうございました。明日はよろしくお願いします。メールも待っててね。またね、ありがとうございます。お疲れ様、一日。